どうも皆さんこんにちは、ゆうりでございます。皆さんこんにちは。はい、ということですね、今日はですね、皆さんにまたまたご紹介したいことがございます。それはですね、何かと言いますと、もう皆さん分かってるかと思います。そうです、鹿児島のものをご紹介したいと思います。イエーイ。前にね、こう皆さんね、私ね、いろいろと紹介してきていて、もうまたお前その鹿児島ネタかよみたいなね感じになるかと思うんですけれども、正直ですね、鹿児島以外ネタがありません。私の生活をご紹介するほどのなんか素敵なビューティフルライフを送っているわけでもない、スタイルがいいわけでもないので、ファッションも紹介できない、っていうね、本当に考え出したら本当に夜はいつまで続くんだろうみたいなね、迷宮入りしそうなほどのね、こう悩みの中にこう封じ込められるような思いになるので、ここら辺にしていきたいと思います。それではですね、今日はですね、何を紹介するかと言いますと、バーバン、こちらはですね、芋焼酎荒技さんでございます。イエーイ。で、今回ですね、私がなぜこちらの荒技さんをご紹介したかと言いますと、皆さんご存知の方も多いかと思うんですけれども、鹿児島実はですね、もう芋焼酎大国になっております。もう飲み物といえば、ビールか芋焼酎みたいな。本当に私ですね、高校出て大学に行った時にアルバイト先で芋以外の焼酎があるっていうのに気づきました。嘘です。麦は知ってたんですけど、米と蕎麦があるっていうことには気づきませんでした。ん？気づくっていうか、知りませんでしたってくらい、もう本当に芋焼酎みたいな。多分お母さんお父さんもこう毎日晩酌されてる方多かったりとかして、もともとお酒に強いんでね、こうビール一杯に芋焼酎一杯とか飲まれるお母さんお父さん多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ少なくともうちはね、本当にそういう家族がいます。はい。でね、私も芋焼酎ってね、なかなかこう癖があって、とは言ってもあんまり飲みづらい人だったんですけれども、これはいけるっていうのがあったのが、この荒技さんになっています。でね、これすごいのがね、インターナショナルワイン&スピリッツコンペッションの最高賞、あと金賞受賞というふうになっておりまして、全くその賞の凄さは私は計り知れないんですけれども、美味しいっていう認定を受けたんじゃないかなと思います。何がいいかって、なんか地元の黒霧島とか赤霧島とか、なんかいろいろ知ってる方いらっしゃると思うんですよ。こう鹿児島の方がそれを毎日飲んでるかっていうと、そうではなくって、意外とこう地元のね、焼酎っていうのがあって、芋焼酎っていうのがあって、それを毎晩ちょび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 で飲んでるような感じになって、でその中でもですね、これあんまり飲んでる方いらっしゃらないんじゃないかな。高いんですよね、やっぱり量にして毎日飲むってなったら。だけどもこれは本当に美味しい。何が美味しいかって言ったらですね、芋焼酎特有の癖がそんなに強くないです。でなおかつ、こう何かに割って飲んだ時にすごい飲みやすいです。で私の母がね、すごいおすすめしている飲み方があって、イロハスのレモン味あるじゃないですか、スパークリングの、あれとこれを割ったらもう最高に美味しいらしいんですよね。なんか甘い系、なんかレモンの風味と炭酸と、そのちょっと甘くなるんですけど、芋焼酎のこう味が相まってすごい飲みやすくて、私も飲んだんですけどめっちゃうまいんですよ。なのでぜひですね、ちょっと試していただきたいと思います。でもし芋焼酎飲んだことないしとかっていう方いらっしゃると思いますし、これどこで買えばいいのっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけど、Amazon 先生はもちろんのことですね、マイバスケットって皆さんわかりますか？東京に住まれてる方だと、こうイオンの小さい版でね、道にいろいろあると思うんですけど、その中にも売ってます。なのでですね、皆さんぜひ何かこう気が向いた時にね、ちょっと安くないんで、安いんですけど、これで1000円ぐらいなので、また何かね、ちょっと鹿児島感じてえなみたいな、桜島感じてえなっていうのが思う方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ飲んでいただきたいと思います。何より焼酎ってコスパがいいんでね、
こうやって自分で飲み方をカスタマイズしてちょび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 飲んでいっていただけたらと思います。それでは皆さんありがとうございました。なんか最近声でかくてなんか嫌われてないですか？私大丈夫ですか？本当の自分をさらけ出していきたい、ありのままでいいんだよって言われたい、そんなゆりでした。じゃあねー、バイバーイ。いらっしゃいませ。こちらをお継ぎしますね。こんぐらい。完全に継ぎすぎました。マジでこれはじいちゃんとかばあちゃんとかお母さんとかお父さんの口の匂いがする。癒しの匂い。乾杯。おやっとさ、大雨やった。